聞いた時は、あ、こんなにたくさん表紙を飾らせていただいてたんだっていうのを改めて見て、すごく驚きとのありがたいなってすごく嬉しく思いました。本当にたくさんのアイドル芸能人の方いらっしゃる中で、自分がこんなに出させていただいてることに本当に正直驚きです。驚きと感謝の気持ちで溢れてます。でもやっぱりそれは乃木坂46ですかね。やっぱり本当に私一人で活動しているわけじゃないので、本当に先輩とか後輩とか乃木坂46があるからこそだと思います。やっぱりあれ1個ですよね。あ、そうなんですか。じゃあエンタメ4月30日発売6月号とフラッシュスペシャル6月7日発売。エンタメさんでは大きい犬とかなんか動物と一緒に撮影したのがすごく思い出深いです。あとフラッシュスペシャルさんでもこの日確かヤギに髪の毛を噛まれたのがすごく記憶に残ってます。以外では2つは、ビス11月号で、専属で出させていただいてるんですけど、この時に初めてソロで表紙をさせていただいた時で、やっぱりそれはすごい嬉しかったなという思い出があります。あと週刊ヤングジャンプ5月9日発売のやつでは、欅坂46さんの渡辺里香さんと今日向坂46さんの小坂奈央ちゃんと3人で表紙をさせていただいていて、いつもはやっぱ一人とかグループの乃木坂のメンバーとの撮影ばっかりだったので、初めて他の坂道グループの方と一緒に表紙をさせていただいたっていうのがすごい新鮮で思い出深いです。でも全然緊張とかはなくて、なんか前に他のお仕事で共演させていただいてたりしたので、本当にリラックスして和気あいあいと撮影してました。表紙ってなるとなんかその雑誌の顔というか、なんか任されてるっていう感じがあるので、なんかすごい、まあ、普段もそうなんですけど気合がすごい入ります。コンディションをベストな状態で撮影したいなっていう思いはあるので、半身浴してみたり、前日の食生活に気をつけてみたり、マッサージしてみたりはしてますけど、当日撮影現場に入ってからはもう変わらず、なんかその時の現場で楽しく撮影させていただいてます。はい、全然なんかもう すごく楽しんでます。緊張する時もあるんですけど、基本的には本当にその時その時の雰囲気とかも大人の人とかもいろんな話をしながら、なんか楽しみながら撮影してます。ライブとかお芝居のお仕事とかで、雑誌の撮影とか表紙の撮影とか、本当に幅広くたくさんのことをさせていただいて、本当に充実した一年でした。進化しながら楽しみながら、去年を超えるぐらいなんか充実したなって思えるような一年にできるように頑張りたいです。いつも応援ありがとうございます。
皆さんが見てくださるからこそこのような素敵な賞をいただくことができました、これからもたくさん良かったねって思ってもらえるような写真を撮ってもらえるように、私自身も精一杯頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。そして3月10日に私のセカンド写真集無口な時間が発売されます。本当にたくさんの表情を切り取っていただいた10代最後の満足いく作品になっているので、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。